さあということで、いよいよねこちらヘブンの方に進んでいくというか、そんな感じなんですが、いきますか。ストーリーですね。いたぞ、あそこだ。バニラいますね。バニラ、ほんまや、ほんまにバニラがおる。ねえみんな見てよ、あそこ。マイクシステムって書いてある。あれがマイクの中枢部分ってわけね。だけど今はそれよりも、バニラをここから出す方が先だ。みんな手伝って。おい、バニラ、バニラ、目を覚ましてくれ、バニラ。バニラ、バニラ。他のみんなも、もしかして助けに来てくれたの？当たり前じゃない。バニラのオラン頑張れ組なんて、バーズのオラン85年のトラーズみたいなもんやさかいな。たとえが分かりにくいのよ。ってことはバニラ生き返ったんだ。生き返ったっていうか、そもそも死んでなかったわけだけど。みんな、みんな。ちょっとお兄ちゃん、バニラよりも先に泣かないでくれる？バカ野郎、俺は泣いてなんかいねえ。え？いや、どう見ても泣いてるでしょ。目が赤いのは夕日のせいだなんて、ここでは通用しないんだからね。お前、それ、覚えてるのか？白川郷で言った、俺の言葉。もちろんだよ、全部覚えてる。幽体だった時のことは何もかもみんな。なあバニラ、信じられるか。俺今お前のこと抱きしめてるんだぜ。うん、そうだね。そのうざったいお兄ちゃんの髪、これでようやく切れるようになったよ。じゃあ帰ったら切ってくれるか、あの縁側で。いちご模様のクロスかけてね。あったけ、バニラの体マジであったけえよ。まさかこのぬくもりをもう一度感じられる時が来るとはな。それはお兄ちゃんとここにいるみんなのおかげだよ。ありがとう、みんな。お礼なんて言わないで。これは恩返しみたいなものよ。ああ、最初に我々を助けてくれたのはバニラなんだからな。そっか、バーベキューの時のことバレちゃったんだね。みんなには変な責任とか感じてほしくなかったから、それで黙ってたんだけど。ったく。とにかくこれで二度目の、正真正銘の再会ってことになるわね。おかえりバニラ。ただいま、みんな。
ちゅうわけで、あとはあそこにあるマイクの中枢部分をぶっ壊すだけやな。いよいよってところですかね。よし、行こう。あそこに並んだコンピューターを片っ端からぶっ壊していけばいいのか。あれを壊してもダメなんだ。奥にあるバイクの思考中枢コアの部分を破壊しないと。マイクの人格はあの中にある。彼はあの中で物を考え判断してるんだ。じゃあとっととあいつぶっ壊しちゃいましょうよ。それはやめといた方がいいんじゃないかしら。お前は愛媛の宗教施設にいた。ロンギ野郎。ロンギ野郎なんだ。なんなのよその呼び方は。どうしてあなたがこんなところに。ふん、教えてほしい。いや別に。聞きなさいよ。私がここに来たのはね、あんたたちに忠告するためよ。忠告？そう、とても重大かつ深刻な忠告を。なれ稲妻、怒れプラズマ、ハイパーエーキ。ちょっと待った。なんで話を聞く前に必殺技っぽいやつ出そうとしてんのよ。いや、なんか長くなりそうだなと思って。長くなりそうだなと思って。だったら手短に言ってあげるわ。あそこにあるマイク様のコアは破壊しない方が身のためよ。もしもあれを壊したら、あなたたちは雪を失うこと。雪を失う。ええー、そう。マイク様のコアを破壊したら、その瞬間ユキの存在も消滅することになっちゃうよ。どういうこと。なんやよ、わからへんけど、そんなんデタラメに決まっとるやないか。なあユキちゃん。ってあれ、ユキちゃんは。この足音。ユキちゃん。レイチョ？なんでレイチョが。もしかしてポチが操ってるとか。違うよ。だってほら、僕ゲーム機なんて持ってないでしょ。ならばどうして。教えてあげましょうか。いや別に。だから聞けって言ったんじゃない。マイク様は手下のロボットたちに命令して壊れたレイチョの体を回収させたので、ここに運んで修理して。何のために。そんなの決まってるじゃない、マイク様のコアを守らせるためよ。に聞いても意味がねえ。レイチョはただのマリオネットなんだからな。つまりマイクがレイチョを操ってるってこと。それ以外に考えられねえだろうが。というわけで私はこれにて失礼するわよ。あなたたちも潔く撤退した方がいいんじゃないかしら。それじゃあね。マイクのコアに近づけそうもない。とにかくレイチョを何とかしないと。
なんとかって、どうやって。みんなの能力を使えば、レイチョを倒すことも。そんな、レイチョと戦うっていうの。いくらマイクに操られてるからって、レイチョをぶっ壊すことなんてできへん。それじゃ、一体どうすれば。レイチョ、僕は君にたくさんの恩がある。僕が悩んでる時や辛い時、君はいつでも僕の話を黙って聞いてくれた。そのことに何度救われたことか。君の中に AI があるとかないとか、そんなことは関係ない。僕は君のことを本当の友達みたいに、親友みたいに思ってたんだ。だから頼む、もうやめてくれ、お願いだから。待って。バニラも同じだよ。レイチは友達だって思ってる。ああ、何がどうあろうとレイチは頑張れ組の仲間や。辛いことも苦しいことも一緒に乗り越えてきた仲間。楽しい時も嬉しい時も一緒に笑い合ってきた仲間だ。そんな仲間と戦うなんて僕らにはできないよ。それでも攻撃をやめないって言うなら、レイチョ、我々を殺すがいい。俺たち頑張れ組はいつでも一緒だ、たとえ死ぬ時でもな。うわ、マジか、ここまでなんだ。レイチョがコアの方を攻撃しましたよね。で、いよいよ悪とか。頑張りますか。ラスダンって感じがしますね。なんだか。嘘。嘘でしょ。なんでや。なんでこんなことに。信じがたいことですが。あれ、イクション。レイチョさんには自我が芽生えたのかもしれません。
ユキちゃん。お前、今までどこに。いや、その前に今の話について聞かせてくれ。レイチョに自我が芽生えたとはどういうことだ。マイクはこの施設でレイチョさんの体を修理しました。けれど以前と同じようにその内部に AI を組み込むことはなかったのです。にもかかわらずレイチョさんはマイクのコアめがけて突進していきました。皆さんの歌を聴いて。その時にレイチョの自我が芽生えたっていうの？ AI がないのに？それ以外に説明のしようがありません。だってレイチョさんはマイクのコアを破壊しようとしたんですから。レイチョ、レイチョ、なんでそんなこと。皆さんが悲しみに暮れる気持ちはよくわかります。私も同じですから。でも皆さんにはまだやらなければならないことが。レイチョさんのおかげでコアの周辺にあったバリアは消滅しました。しかしコア自体は無傷のままあのように残っています。ですから。わかっとる。さっさとケリをつけたろうやないげ。マイクのコアを壊すんだね。いや、ちょっと待って。さっき教祖が気になること。マイクのコアを破壊したらユキの存在も消滅するって。それが気になりますよね。ユキ、何か心当たりは？これ以上嘘はつきたくないから本当のこと言いますね。実は私はマイクの一部なんです。何言うとんねん、ユキちゃん。そうか、ピエロピが言ってたもう一つの人格って。はい、私のことです。マイカの中には三つの人格があってね。その一つの人格が僕だった。マイクと呼ばれると呼べるはメインの主人格で、僕ともう一人だった時はサブの人格なのさ。サブ。私の思考中枢はこの体のどこかにあるわけではありません。そこにあるマイクのコアにそれはあります。じゃあ、あなたの体は？ロボットです。それもレイチョさんと同じ操縦型の。私はマイクのコアの中で物を考え、遠隔操作によってこの体を動かしているのです。ってことは、あのロンゲ野郎が言ってたことは事実だったと。マイクのコアを破壊したらユキちゃんも。はい、私の記憶も人格も全て消滅することになります。そんな、嘘や。いえ、本当のことです。今までの私の言葉の方が嘘だったんですよ。どういうこと？私は初めて皆さんと会った時から自分が何者なのかを知っていました。つまり記憶喪失は嘘だったと。はい。でもなんで私たちのところへ？ポチと同じで最初は監視のためだったとか。いえ、違います。だったらどうして？私は皆さんと友達になりたかったんです。友達？はい。あのコアの中で頑張れ組の皆さんのことをずっ
っと見ていて、なんだかとっても楽しそうで、それがものすごく羨ましくて、自分勝手ですよね。私は旅の間、皆さんの命が危険にさらされても真実を告げることはありませんでした。このまま人類が地下で暮らし続けてもいい、皆さんが羊飼いになっても構わない、心の片隅でそんな風に思っていました。皆さんとずっと一緒にいたくて、いつまでもいつまでも旅をしていたくて、だけどこれでもうおしまいにします。人類に感情を戻してあげないと、このままでいいはずがないんです。だからマイクのコアを破壊してください。私は自分自身でそれを行うことができません。次回防止用のプログラムが組み込まれているからです。それができるのは皆さんだけですから、お願いです。皆さんの手でマイクのコアを。ユキ、ごめんね。僕は頑張れ組の仲間を守らなきゃならない。僕にとって一番大切なのは頑張れ組のみんなだから。ええ、覚悟はできています。違うよ、そうじゃない。ユキだって頑張れ組の仲間じゃないか。だから僕はユキのことも見捨てるわけにはいかないんだよ。ポチさん、もうあんたってほんとわがままよね。せっかく山口県の雪山で友達になってやったっていうのに。チューコさん、それはバニラも同じだよ。せっかくバニーちゃんとユッキーって呼び合える仲になったのにさ。バニラさんも。だからバニーちゃんだって。ユキちゃん、あの線路の上を歩いてるとき、こんな風に言ってくれたでしょ。私は頑張れ組全員のことが大好きなんですって。それは我々も同じだ。うん、僕らもユキちゃんのことめちゃんこぽえぽえ大好きなんだよ。マイクの一部だろうとなんだろうと、そんなことは関係ねえ。料理がめちゃくちゃまずくても、ネーミングセンスがダサくても、ユキは永遠に頑張れ組の仲間だ。ちょっと関西、何泣いてるのよ。わいは泣いてるがおらへん。いや、思いっきり泣いてるでしょ。とにかくわいらはユキちゃんのこと絶対に失ったりなんてせえへん。たとえどんなことがあろうとも、必ずユキちゃんを守ってみせる。皆さん、皆さん、本当にありがとうございます。でもこのままでは人類は。分かってる、何か方法を考えよう。ユキの存在を維持しながら同時にマイクを倒す方法か。無理ですよ、そんな方法あるはずが。ユキ、私が世界で一番嫌いな言葉知ってるわよね。諦める。そう、諦めなければどんな壁だって必ず乗り越えられるのよ。ヤロさん、ねえ、一つ思いついたんだけど、マイクのプログラムを書き換えちゃえばいいんじゃない。プログラムを書き換える。ええ、そう、マイクの人格だけを消去してユキの人格はそのまま残すの。ポチとバニラはプログラムに詳しいでしょ。
だから二人で協力すれば。わかった。調べてみる。どう？できそう？どうだろうね。結論から言うけど、マイクの人格プログラムは強固なセキュリティに守られていて、外から書き換えることはできないみたい。そんな。でも安心して、外からは無理でも内側からなら。内側？墓地のプログラムをマイクシステムの内部に送り込むの。そうすればマイクの人格だけを消去することが。ダメです、そんなの危険すぎます。どうして？システムの内部に侵入するってことは、マイクによって支配された世界に乗り込んでいくってことですよ。大丈夫だよ、きっとバニラが何とかしてくれる。うん、何とかしてあげる。バニラは外からハッキングして全力でポチをサポートするよ。本当にやるつもりですか？ユキ、お前も知ってるはずだ、宝石塚のこの言葉を。何事もできると思えばできる。そうだよ、落ちこぼれの頑張れ組でもみんな一つになれば天下無敵さ。ポチさん、侵入ルートは確保できたよ。それじゃあみんな行ってくる。絶対に成功させて戻ってくるから。頼んだでポチ。よし行こう。このまままっすぐ進めばいいのかな。うん、目的地はマイクの人格プログラムが書き込まれた領域。そこにたどり着けばきっと。わかった、とにかく行ってみるよ。さあ、ということで移動できますね。で、シールかな、取りますか。プログラムの内部だね。さあ、ポケギャル、ポケギャル、ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。